登板数はジャイアンツの西村57試合、それに次ぐ登板数の岡田です。平川さん、はい、あの岡田はですね、ええ、その登板数だけは誰にも譲りたくないと、だからこれからもバンバン投げたいですというふうに非常に充実した表情で話しています。これ辰巳さん、非常にまだ細身ではあるんですけれども、いや非常にっていうかもうすごく細いですよね。65キロですからね。だから大丈夫かなと思っていつも結構イニングもまたいで投げてますし ね、 そうですね、いろんなあの回を投げてますから、当然そのための準備って早くしないといけないわけですから、はい、今はその、ね、ほとんど1年目あの1軍でこうやってずっといるのが初めてですから、こういういい緊張感でね頑張れてるところがあると思うんですけど、ちょっと心配ですよね。ただあの、はい、あのこの岡田はですね、あの今シーズンが1軍のデビューで、はい、前半戦はサインと違うボールを投げてしまって谷繁さんに怒られたこともあるんだと。あ、そうです。ただ今はマウンドで冷静に考えて投げられるようになったと話しています。桑田さん、そのあたりももう経験というものが大きいんでしょうね。そうですね。でもまだあの谷繁君がマスクかぶってるとすごい緊張感を持ってマウンドに立ってると思いますよ。なるほど、はい、うん、ここはインコース、谷繁君の首が振ったら、あ、今首振られた、ちゃんとしなきゃっていう、そういう相手を打ち取ろうという以前にですね、そういう谷繁君に対してのそういう緊張感は僕はまだあると思いますね。はい、それがあの1年目2年目はすごく僕はいいと思うんですよ、逆に。そうですか、はい、フルカウントです。インコース詰まらせてファウルです。まあ、ドラゴンズは最後に岩瀬がいて、で辰巳さん、浅尾が戻ってきましたけれども、はい、まあ、戻ってくるまでも本当にこの岡田もフル回転で投げてましたもんね。そうですね、もう岡田のこの投手の存在で随分救われましたよね。そうですね。ドラゴンズのブルペン陣、その名前が上がる中でも登板数も非常に多い岡田です。引っ張った打球はどうだ、レフト方向、大きな当たりでしたがファウルです。打てば通算100号という坂本、大きな当たりでしたがわずかに切れていきました。まあ、当然あのショートというポジションでね、はい、この時期はもう相当な疲労がきますしね、はい、まあ、そういったこともあるんでしょうけど、インコースは坂本見ました。ただ一つ今年すごく打席から離れてますよね。ああ、そうですかね。もともとインサイドをさばくのが上手い選手なのにあれだけ離れますから、当然外への意識って強くなると思うんですよね。だから少しボールを追っかけしまいすぎるというのがちょっと目につくような感じはありますよね、見ていて。そうですか、はい、なお今日のゲーム